皆さんこんにちは、こんばんぽかです。今回はですね、明日から始まるセレクトボックスの中にいるツム、このツム星の女神ブルーフェアリー、このツムね、引くべきかどうかちょっとね考察していきたいなと思います。今からね、こういう人は引かない方がいいとか、こういう人は引くべきっていうのをね紹介していくので、ぜひよかったらねチャンネル登録お願いします。じゃあね、早速こういう人は引くべきじゃないっていう人をね紹介していきたいと思います。星のブルーフェアリーをね1体以上持っていて、プラスね星の女神ブルーフェアリーよりもね稼げるツムをすでに持っている方、こちらの人はね引かなくていいと思います。それとね、もう一つの理由はですね、9月にですね、キンハーのコラボが来る可能性があります。実はね、この前の動画でキンハーのコラボはね2年おきに来ていて、で去年ねキンハーのコラボ来てしまっているので、今年は来ないみたいなね予想を出したんですけども、まあ、ここ3年間はですね、9月は毎回コラボの年になっていて、ここ3年間の流れで言うと、キンハー、ツイステ、キンハーって来てるんですよ。なので今年はツイステかなと思いつつ、4月にね、ツイステのコラボがもう来ているので、まあ、9月もツイステってことはね、多分ないと思うので、かなりね、2年連続キンハーの確率がね、高いんじゃないかなと僕は考えています。で、そうなってくるとね、キンハーのセレクトボックス、めちゃめちゃ激アツですよね。ナミネとかソラロクがね復活するかもしれないということで、そちらをね引きたい方はもちろんね引かない方がいいですし、星の女神ブルーフェアリーとね三が日どっちが大切って考えると三が日ですよね。なのでもうね三が日に向けてコイン稼ぎできるツムがね、いる方はブルーフェアリー引かない方がいいんじゃないかなと思います。はい、続いてね、引いた方がいいなって思う人、それはですね、一体も星の女神ブルーフェアリーを持っていない人、これはねちょっと母体確保した方がいいかもしれないですね。それとガジェットでコイン稼ぎしている人、先ほどねブルーフェアリーとガジェットのコイン稼ぎ対決の動画出したんですけども、スキル1のブルーフェアリーとガジェットのスキル3同じぐらいのコイン効率だったので、多分ね、スキル2に上げれば余裕でガジェットの効率は超えるので、ガジェットでねコイン稼ぎしてる人はね、ぜひブルーフェアリースキル2以上にしてもらってコイン稼ぎした方がいいんじゃないかなと僕は思います。それとね、あと少しでスキルマっていう人も引いた方がいいですね。以上でね考察してきました。よかったらねコメント欄に、明日のセレクトボックス引くかどうかコメント欄で教えてください。僕はね今ブルーフェアリースキル1なので、スキル3になるまで引こうかなと思っています。